はい、では皆さん、プロスプです。塩です。見学株式使えないランクマッチ、今回もやっていきましょう。今回はですね、このミカルゲですね。ミカルゲは、ゴーストアクタイプで弱点がフェアリーしかないんですよね。それで、向こうが3つか。格闘とノーマルタイプスパ。まあ、それで、イカ様をタイプ1で入れてるってところで、だから物理ポケモンに対しては、まあ、そこそこ耐えつつ弱点使えないから、まあ、それで相手の物理攻撃の高さを生かしてイカ様をタイプ1で入れていくって感じで、結構仕事ができると思うので、今回使っていきます。ケイリオさんとマッチングしました。ほら、ガラルゴ3機が揃ってるね。ガラルゴ3機のうち、インテリオン以外は物理だから、まあ、割とミカルゲのイカ様が通るんじゃないかなと。あと、まあ、バロレックス、いや、バロレックスは無理かな。バロレックスの攻撃一回耐えればいいんだけど、手が耐えないんだよね。どうだろう。でもこれだったらもう平野所定か、ミカルゲ所定かだな。でも見た感じ多分、キューコン壁張ってきそうだから、まあ、壁張り、いや、まあ、銅鐸で処理するか、そんじゃ。銅鐸で処理して、ミカルゲ、平沼を裏にやろう。はい、です。よろしくお願いします。やっぱり9個来たか。うん、9個来たら銅鐸には有利なんだけど、そうだね。ただね、まあ、壁張りだからね、別に倒してもってところなんだけど、まあ、倒すことに越したことはないから、もう倒しとくか。ジャイロボールでいい。そうだね、まあ、キューコは基本的に完全に起点型だと思うから、あれなんだけど。まあ、一回キューコン倒すか。キューコン倒して、まあ、だよね。で、助けだからキューコンも倒せないんだけどね。まあ、しょうがない、しょうがない。どう来るかな、相手。キューコンをこの後、まあ、どうせ助けでしょ。あ、助けじゃないの。あ、粘土か。なるほど、粘土でオーダーベルのターンを回すってことね。なるほど、なるほど。そうだね。これちょっとめんどくさいね。なるほどね。で、あれめんどくさいな。あれが非常にめんどくさい。エースワンの火炎ボール一回耐えるかな。耐えれるか。微妙。まあ、トリックしかないな、ここは。とりあえず。耐えろよ。で、これ、勝ち筋あるか。今思ったけど。耐えないのこれ。あ、耐えないのか。ダメだもん。無理じゃん。はっきり言って無理。無理だな、これ。普通に無理だろ。まあ、ミカルゲしかないか。どうするこれは。催眠術の自爆って壁ターン枯らす？あと何ターン？あと3ターンだけ出るけど、8ターンだから、あと6ターン。いや、6ターンは厳しいやろ。6ターン枯らしきれないだそれはさすがに。でも今打っても大したダメージ入んないんだよな。そんでは催眠か。これをどんぐらい食らうか。玉だから結構入るから、2回耐えれない。あ、2回は耐えれるかな、お盆込みだと。で、ここの催眠術当てろよ。ここの催眠術当ててくれたらなんとかなるかもしれない。よし、よかったね、よかったね、よかったね。これ催眠術で、エース魔を眠らして、さあな、レベルしたところだよな。いや、でも裏が多分バロレックスなんだよ。ということは、バロレックスに引いてきたとしても、イカ様が入るでしょ。まあ、それでは、ここは確定レベル。これがどんくらい食らうか。このイカ様どんくらい食らうか。確認はとっても、2回で倒してほしいな。あ、こうなるのか。なるほどね。あー、ギリか。あー、なるほどね。洗れターンがあと1ターンだから、次の洗いダメージは食らわないかも。惜しいな。頼むからさ、起きないで。よし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 。あ、いや、吉田だとこれ。吉田がよくわかんねえわ。壁ターンまだ結構残ってるよな。あのね、これやむ。で、次の攻撃耐えるわけないよな。風一がどんぐらい食らうからな。え、風一のダメージによってはって感じか。だからバラレックスだろ、どうせ。バラレックスじゃなかったらどうなんだろう。いいのか悪いのかわからん。バラレックス聞いてくれ。バラレックスだったらもう風一打つから、とりあえず。風一の4倍弱点で結構入るでしょ。何だろうな。風一で打って4倍弱点で入ってそんでひららを振りだらで最後仕留めるって感じかな。バラレックスだったら勝ち筋ある。ああ、いけるいけるいける。バラレックスならいける。これでまあ壁あって攻撃に振ってないミカルゲの風一がどんぐらい食らうかっていうのがよくわかんないけど、まあ半分削ってほしい。半分削ってくれればワンチャンある。もう半分削ってくれ。頼む、半分削れ、半分削れ。風一はまっすぐ通る。あ、いったわ、普通に。よっしゃー。あ、そうか。ミカルゲすり切れから壁の影響受けないんだ。はい、ありがとうございました。